ジャンピエール・デュポールは、18世紀から19世紀、初頭のチェリスト。弟でやはりチェリストだった、ジャンルイ・デュポールと共にフランスとドイツの音楽界で、活躍した。父親は舞踏の達人で、チェロについては、チェロ演奏のフランス学派の創始者である、マルタン・ベルトーンカであった。ベルトーに支持した後、デュポールは19歳で、当時のパリで、 ヒオペラ音楽の中心であったコンセールスピリチュエルにてデビューを飾った。1766年から1769年の間は、コンティコー、ルイ・フランソは一世に雇われ、その後イングランドとスペインで2年ずつ過ごした。1773年に、プロイセン王フリードリヒ二世から彼の還元楽団の首席チェロ奏者の地位を提示され、これを受諾したデュポールはその後の人生を、 ベルリンで過ごすことになった。フリードリヒ2世の老いであるフリードリヒビルヘルム2世にチェロの指導を施しており、1786年にフリードリヒビルヘルム2世が国王に就任すると間もなく宮廷の室内落全体を任されるようになった。1790年、フランス革命を逃れた弟のジャンルイ・デュポールとベルリンで合流する。 この二人とフリードリヒビルヘルム2世の支援により、ベルリンはチェロの新作を引きつける場となったが、それも1806年にナポレオンがプロイセンを破り、イエナ・アウエルシュタットの戦いで、ベルリンを制圧するまでのことであった。この時に弟はパリへと戻っていったが、兄はベルリンに泊まって1818 18年に勃するまで、ここで過ごした。デュポール兄弟はベートーベンと面識を得ている。 1796年2月、ベートーベンはウィーンを出発して5ヶ月に及ぶ演奏旅行に出発、プラハ、ドレスデン、ライプツヒ、ベルリンを巡った。同行したのはカール・アロイス・フォン・リヒノフスキーであり、リヒノフスキーは1789年にモーツァルトと,とも同じ場所を巡っている。ベルリンに着いたベートーベンは、デュポールが監督を務めていたフリードリヒ・ビルヘルム2世の 宮廷音楽の高い水準と質に感銘を受けた。このポツダムの宮殿で彼は作品後の二つのチェロソナタを作曲、作品は国王に検定されている。これらのソナタの初演ではデュポール兄弟のいずれかがチェロパートを演奏、ベートーベンがピアノを演奏した。ありがとうございます。